要するにシニア世代かの無理解さは、自分には関係ないから、なわけだ。アニメ、それがどれだけ流行ろうが、それが自身の店の利益につながってるわけでは、ない。つながってる、という道理を語るには、遠大な迂回路を通らねばならず、そのロークに、意味がない。評価の問題ではなく、実際の同意する起点の喪失というか、それが、結局はテレビをも支配してるわけで。視聴者の生活なんかは、自分らに関係ないわけだ。面白い、テレビ番組こそが、世間の経済や生活、倫理を改善し、結果的に、そこ、に携わる自分の生活を、改善する。ガンダムが流行っても舞台劇に客が来るわけでもないし、それは単に、羨ましい商売がたきに過ぎず。それ以上を考える必要はあるのだろうか？逆説的に、ここで止まる感覚が宗教に染まることもまずない。